鴨池大橋は2003年10月1日に開通した神奈川県横浜市緑区と都筑区の鶴見川に架かる橋梁。鴨井地区の中心部を突き抜ける JR 横浜線及び沿線の道路と鶴見川をまたぎ、緑区鴨井町、竹山、神奈川区、羽沢町方面と都筑区生野部町方面を結ぶ自動車、歩行者用の橋である。横浜市の幹線道路計画上の都市計画道路、鴨井上飯田線の一部である。橋梁部分における全体の延長は約455メートル、幅員は約18から32メートル。道路部分は片側2車線の車道及び歩道からなる。鶴見川をまたぐ部分はアーチ橋の構造となっており、この部分は延長約130メートル。高さ約20メートルで、後述のように周辺からの景観が良く、また橋梁上からの眺めも良い。全体としては、複数の構造を持つ橋である。橋梁上には、横浜市営バスの鴨池大橋バス停があり、橋の開通後に、ここを経由するバス路線が新設されている。バス停のそばには自転車も乗ることができるエレベーターが設置されており、利用者の便宜が図られている。橋梁からエレベーターを降りると、JR 横浜線、鴨井駅までは、徒歩数分である。しかし、シンドラエレベーター社の不祥事直後の2006年6月16日、同社製であるエレベーター内に閉じ込め事故があり、その後利用停止となっていたが、同年8月現在は、使用可能である。橋の名前は、橋の属する都筑区、緑区から公募された。また、すぐ下流側に古くから、ある人道橋は、鴨池橋という。いずれも、鴨井と生野部町にちなむもので、同じ都筑区内の 4km ほど北にある、鴨池公園とは関係ない。晴れた日には、鴨池橋からこの橋のアーチを通して、富士山を望むことができる。この鴨池橋からの景観は、関東の富士見百景の一つに選ばれている。橋梁下の土地は駐輪場や自治会館などとして利用されている。橋の仮設事業は1988年から開始され、完成、供用開始は2003年度。工事期間は実に16年間と長い工期をかけた橋である。1990年代中頃には、橋脚部分のみはすでに完成していたが、その後本格的な架橋が始まるまで10年程度放置されていた。鴨井川の周辺道路は古くから慢性的な激しい渋滞に悩まされている。これは鶴見川及び JR 横浜線を越えて都筑区側へ渡る橋が少なく、渡るには鶴見川上流側約 2km の中原街道か、下流側約 2km の横浜上浅尾道路を利用するしかなかったためと考えられる。都筑区生野部町には産業道路や工場がある関係で、神奈川区羽沢町にある JR 貨物横浜羽沢駅から物資を輸送しているが、同橋梁が完成する以前は、生野部町方面へは迂回ルートを取る必要があった。しかし、同橋梁の完成により迂回をせずに、生野部町方面へアクセスできるようになり、非常に便利になった。橋から北側に続く道路は、横浜上浅尾道路の藪下交差点を越えて中原街道の三王前交差点までつながっている。この付近は、ららぽーと横浜がオープンするにあたり整備されており、2007年3月8日には、東側にもう一本北側へ伸びて、横浜上浅尾道路との交差点まで接続する道路が開通している。南側約500メートル先の緑区竹山付近でも将来開通が計画されている都市計画道路3課長津田線と交差接続する予定である。これが完成すれば、現在も依然続く鴨井駅南口前から橋梁下を通る道路の渋滞が緩和されると見られており、すでにこの橋梁下の道路と接続するために両車線に側道が設けられている。この側道は2008年4月頃まで東側の一本のみの橋梁だった。ありがとうございます。